憎い一日だった。かいひろみのせーの、けいどもーイエーイ。なんで憎いと思いました？今日が291杯目だからです。ピンポーン大正解今日はね、ちょっと憎い一日なんですけれども。誰かいるんですか、憎い人が。憎い人ね、あの電車の中ですごいぶつかってくる人みたいな。あ、まあ、なんか無駄になんかこうちょっとの揺れでドーンってぶつかってくる人いるんですよ、うん、絶対それわざとだろっていう人結構いるんですよね。私結構ぶつかられるタイプ。なんか一回ありましたよね、なんか駅で殴られたって、うん、そう、なんかボンってグーでボンってやられたことがあって、結構当たられ屋なんだよね。当たられ屋、うん、当たり屋だっけそれ。いや当たり屋はあんま良くない方です当たられ屋だね。じゃあまあまあでもね、そんだけ、まあ、人が良さそうな風に見えるんじゃないですかあいつにはぶつかってもいいんだみたいな怒られなさそうって思うんだろうね。気にせずにいいんだっていう。本当にいつもそうだからさ、なんかストレス溜まったら殴りに行ってください。いやいや、怖い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 。本当に来ますよ。海先生の俳句勉強会じゃあ今日は誰の一句でしょうか。今日はルッキオさんからいただいた一句です。夏へ会、来れば何かが変わるかも。ありがとうございます。これはもう武家の女さんとクレバ川柳を、はい、やりましたね。いただいた一句ですね。はい、クレバ川柳の時、私がちょっとクレバさんへの思いが強すぎて、はい、クレバと全然かかってなかったっていう感じで、はい、武家ちゃんに負けちゃったっていう、はい、この句はクレバとクレバをかけてる、はい、そうですね。もしかしたら夏江会にもクレバさんがいらっしゃるかも、うん、かもしれない、うん、しかもルッキオさんもこれを見て夏江会に来るかもしれないですね、はい、そっか、クレバさんで来るかもしれないですよね。そうですね、スケジュール空いて、もしかしたらものすごくね、その、うん、暇でお台場にいてなんかないかなとこうサイト見てて、大丈夫かな、今47都道府県のなんかツアーやってますけど、来てくれますかね、お台場に。まあもしかしたら願いが叶えば、うん、叶えば、はい、来てくれるかもしれない、はい、ゼップの近くですもんね。そうですね、うん、あるかもしれない、はい、何か変わるかもと言ってますが、はい、そうですね、もう言ってももうあと10日ですよ。本当ですよ、夏会。本当今回ボリューム3の何が起こるかわからないっていう副題なんですけど、はい、本当に今回グッズのイメージとかも全部私が決めさせていただいて、ちょっとね楽しみにしててほしいな、いろいろとね、写真とかもあるしね、うん、あと奇想天外ファニーチーズももしかしたらこの夏会だけで手に入るレア品になるかもしれないから。そうですね、だって今ねそのラジオ日本さんの、うん、エンタメドライブのね、はい、エンディングに流れてますもんね。びっくりした、なんでファニーファニーって流れてたかと思った。でしかもカラオケバージョンだから、私の声は入らず、楽屋室とディスコイのフフーっていうのだけ入ってるんですよ。はーって言ってた。何だろうと思って、すごいあれをちゃんと、ね、インスタバージョンに入ってるんですね、その声はね、はい、ちゃんと夏江さんの声聞くには、もしかしたらこの再販されるかもしれないかもしれない。この夏江会に来てもらえれば、はい、そこでしか手に入らないですから。そうです、ね、エンタメドライブではフフーとはーしか聞こえない完全版を聞くにはもう夏江会に来るしかないかなと、うん、ちょっとダメだからみんな来てね、夏江会、はい、ぜひぜひ。チケットももう発売してるのでぜひぜひ、はい、じゃあせっかくなんで、じゃあ今日はクレバさんのクレバで一句お願いします。前も読んだと思いますが、はい、改めてクレバ川柳を。わかりました。はい、クレバさん、替え玉ゲストに来ればいいのに。ありがとうございます。そんなね、前回が天貝さんとデータローさんが出てるようなこの替え玉に急にクレバさんは来ないですよ。わかんないですよ、来てくれるかもしれないですよね。鬼玉に来てくれてますし、はい、うん、間違ってくるかもわかんないですね、うん、そうそう、鬼玉に来たところに替え玉っていう風なクレバさんもそういう可愛らしい部分もあるかもしれないですよね。大魔、はい、さんいねえなっていう、はい、あ、黄色の誰だっていう間違ってくる可能性は確かにあるかも分かる、可能性はゼロじゃないですね。何が起こるか分かりませんから。夏へ会ボリューム3にも来ちゃうかもしれないからね。そうですね、フラッと、はい、ま、ゼップに来たつもりが、あれなんだこれ、カルチャーカルチャーカルチャーそういうクレバさんのね、ゲストに来るかもしれません、はい、楽しみにしながら皆さんぜひ楽しみにしてください。はい、皆さんいつも替え玉にコメントありがとうございます。それではクレバくればいいのに。